の配置です。今回は久々に、パパママから、いただいた相談に答えていこうと思います。で、中学生のお母様だったり、小学校のパパ、小学生のパパだったりとか、あとは幼稚園、保育園のパパママとか、パパママですね、からの相談とかも、まあ共通の相談があるんですけど、子供に勉強を教える時に、どうしてもきつく当たってしまったりとか、その褒められないっていうか、褒めどころがわからないとかっていうのがなってですね、どう接していったらいいのかっていう相談を結構いただくんですね。で、まあ、一番塾講師の経験はありますけど、ただ、小学校に上がる前、小1から高3までは教えてたんですけど、幼稚園とか教えたことがないので、幼児教育に関しては本当点で素人です。だから実際に自分が2歳とか5歳の、まあね、息子が2人いるので、その息子、特に5歳のお兄ちゃんに関しては、例えば今だったら、足し算とか引き算はある程度ちょこちょこできるんですけど、それがどういう風にやってきたのかっていう実践例をちょっと話すだけにはなるんですが、よかったら最後までね、聞いてみてください。では早速ね、話していきましょう。で、今回はですね、主に2つ、お伝えできたらなと思っております。で、1つ目はですね、まず、大人の尺度で、子供を測らないようにするっていうのが非常に大事だと思っております。よく、塾講師をやってた時に、まあ、保護者の方と二者面談するといただく相談で、自分の子供になると、どうしてもきつくなってしまうって、これは、本当にいただいたんです。で、当時はまだ子供もいなかったです。結婚もしてなかったので、いただくんですけど、わかんないんですよ、正直。ああ、そうなんですね、みたいな。そう、っていう感じに思ってたんですけど、実際自分に子供ができるじゃないですか。非常にわかります。これですね、自分はそうならないと思ってたんですよ。塾講師の時。ならないと思ってたんですけど、あ、きつく当たっちゃうんですよね。意識しないと。だから自分の生徒が同じ学年で同じことができなくても、あ、オッケーオッケー、できるようにしていこうぜってなるのに、自分の子供だと、なんでそんなことできないかなっていう風になっちゃうんですよね、一瞬。あ、でもこういうことなのかって実際子育てしながら思ったことなんですけど、で、自分がですね、まあ、塾講師の時からよく思っていることなんですが、当然ですけど、まあ、うちら大人の方が長く生きている分、経験値があるので、できることは多いですよね。で当然子供の方が、まあ、生きている年齢が少ない、経験値が少ないので、できないことが多いのは当たり前なんですよ。だから、分かっていることですよ。皆さん、みんな大人分かっていることなんですけど、改めて言わせてもらうと、大人の尺度、物差しで、これはできるはずだよねっていう物差しで子供を測ってはいけないんですよね。それを測ってしまうと、なんでこんなできないのっていうことになりがちだと。で、あともう一個の物差しは、他人のお子さんとやっぱり比べてしまうっていう。で、これ他人のお子さんもそうだし、兄弟もそうだと思うんですよね。お兄ちゃん弟がいた時に、弟くんがこうね、こうタイムを見てて、5歳だとしましょう。お兄ちゃんが5歳の時にこれができたっていう物差しを使ってしまうと、なんで弟君はできないのっていう風になりがちなんですよ。他のお子さんもそうですね。他のお子さんができるのにできないっていう。確かにうちの子もですね、他の周りの子の話を聞くと、運動神経の部分においては、あんまり運動神経が良くないと思います。うちのお兄ちゃんは。うん、多分。でも、だから、別にそこを、なんか何とかしなきゃとは別に思ってないですし、まあ別に本人がやりたがってるんで、ちょっとね、体操教室通ったりはしてますけど、なので、そんなにこう、変な物差しで測られるようにしようっていうことが大事なのかなとは思います。で、実際ですね、じゃあ自分がどういうふうにやってきたかっていうと、まあ、個人的なこれ思いですよ。親としての思いなんですが、数字に強くあってほしいなっていうのを、まあ自分が理系だからってもあるんかもしれないですけど、思っていて、で、それで、ま、足し算とか、引き算っていうのを、割とこう、教えるんですね。で、大事なのは、勉強させようっていうのは、1ミリも思ってないんです。はい。1ミリも思ってないです。なぜかっていうと、勉強だと重くなっちゃうんですよ。そう。まあ、幼稚園とか、小学校低学年は勉強しますよ。勉強なんですけど、でも、そうじゃなくて、クイズにしようって図にずっと思ってます。勉強じゃなくて、クイズなんです。やること同じなんですよ。例えば、5個のリンゴと3個のリンゴをくっつけたらいくつっていう、まあ、もう一度5たす3の問題じゃないですか。問題だから勉強なんですけど、それをクイズ形式にしてあげるんです。こっちのノリとしては。だから、クイズに当たったらおめでとうみたいな感じの。ゲーム感覚に持っていってあげるのが非常に大事です。教える教育者っていうのは、一つのこの演出家ではないんですけど、自分を演じることは非常に大事。まあ、それを親御さんに求めることは間違ってるかもしれないんですけど、でもやっぱり教える時っていうのは子供を乗せてあげるっていうのは非常に大事なことなので、
ゲーム感覚でさせてあげた、上がった方がやっぱり、子供たちは気持ちが上がっていきます。で、もう一個そのゲームをする上で、で、教材として使うものを、子供の興味があるものにやっぱしてあげることは非常に大事です。さっきリンゴをね、例えに出しましたけど、リンゴでやるんだったら、まあ自分、今の上のお兄ちゃんずっと好きなんですけど、新幹線が非常に好きなんですね。で、プラレールが好きで、で、ちょっとね、今日サムネイルにも載ってますけど、プラレールちょっと持ってきました。これ、ハヤブサですね。で、もうほんと好きで、例えば、リンゴを、5個って話すよりも、じゃあ、ハヤブサの車両が5両って言った方が、イメージが湧くんですよ。本人が好きなもので来てるので。例えば、じゃあ、妖怪ウォッチが好きだったり、ポケモンが好きだってわかんないですよ。興味が。女の子だったらプリキュアが好きだったりわかんないですけど、じゃあ、プリキュアの何とかが3人いて、そこに何とか2人来ました。合わせて何人になりましたかとか。で、合わせてって言葉が伝えにくいんだったら、3人いて、2人いたでしょって。じゃあ、それでみんなで何人になったのかなっていう。最初は足し算がどうのこうのではなくて、数字と数字、数と数がくっつくとどうなるのっていう概念がそこは求めたいとこなので、そういった感じで好きなもの、本人たちが興味があるものでクイズ形式にしてあげるっていうのは非常に大事なことだと思っております。で、最後、三つ目になっちゃったかな、最後になるんですけど、これは、中高生、まあ、高校生まで行くとあれですけど、中学生、小学生の親御さんでもぜひ参考にしていただきたいのが、褒め方なんですけど、自分はよく塾講師の時から、褒めを2連発でするっていうのをすごく大事にしていて、褒めを押すんですよ。どういうことかっていうと、例えば、何か問題ができた時に、すごいね、よくできたじゃんっていうのは言えますよね。で、これ、褒めを一発だけだと届かないことがあるんで、褒めをもう一回後ろから押すんです。どういうことかっていうと、まあ、これ、このね、言い方は使っていい時と使っていけない時があるんで、ちょっと難しいところではあるんですが、例えば、じゃあ自分がパパだとしたときに、何かができたときに、おお、マジか、すごいじゃんって。これさ、パパが5歳のときできなかったけどね。って言ってあげると、1個褒められた上に、まあ、パパと比べてしまってるのはあれなんですけど、パパができなかったことをお前はできるんだねって褒めを2回押すんですよね。そうすることで褒めが心に届きやすいっていうふうに思ってます。で、これなんでするかっていうと、子供っていうのは、まあ、子供だけじゃないですね。これは大人もそうですけど、人の褒め言葉っていうのって届きにくいんですよ。皆さんも実感あると思うんですけど、褒め言葉さ、まあ、何か褒められた時って素直に受け取れない時ってありません？本当に思ってんのかなとか、社交辞令じゃないかなみたいな。結構ま、子供は社交辞令とか思わないですけど、褒め言葉が薄っぺらいと届かないんですよ。見抜かれるんです。本当に褒めてないなっていう風に、バレちゃうっていうか、本当に褒めてるんですけど、届かないっていうパターンもあるんですね。だから、重ねてあげるんです。褒め言葉を。で、さっき、その使う場面が難しいって言ったのは、特に保護者の方とかで、自分を、結構、自分が学生時代に勉強できなかった方とかで、それを負い目に感じて、結構それを自虐ネタにして、子供に使っちゃう方がいるんですけど、あまりそうすると、まあ、親の威厳とまでは言わないんですが、うちのさ、ママバカだったからさ、私もバカでしょうがなくないとかって普通に言い始めるんですよね、子供が。で、それってあんまいいことじゃないと思ってるんで、さっきの自虐、自分を落とすっていうのは、まあ、使いどころが難しくなるんですけども、まあ、簡単に使うんであれば、褒めた後に、すげえじゃんって言った後に、まあ、自分がよく使ってたのは、お、すげえなーって言った後に、しみじみね、ちょっとテンションを下げて、てか、マジすげえな、それほんとできんだね、とか。これすごいシンプルですけど、でも2回やっぱ褒めを伝えるっていうのは、まあ今下手くそだったらですけど、そういったことも使えますので、褒め言葉どうせ発するんだったらちゃんと褒め言葉が届くように工夫をしてあげて、まあそれは多分皆さんのお子さんとか親子関係とかいろいろあるとは思うんですけど、そういったところをかね、うまくなんか、なんだろう、使いながら褒め言葉っていうのを使っていただけたらなと思っております。はい、ということで結局ね、ちょっと長く話してしまったんですが、まあ自分のね、息子も別にそこまで優秀っていうわけではなくって、ひらがなとかもまだ全然書けないですし、周りの子とかクラスの子とか普通に書けたりするんですよ。だからそれをちょっと気にしたりすることもあるんですけど、だからあの子ができるのにお前は頑張れよとは思わないですし、ただ本人がひらがな書けるようになりたいとか、例えばさっきのハヤブサだったらハヤブサって書けるようになりたいって言うんだったら、ふとか難しいですけどね、うまく形を練習しながら、ちょっと違ったら惜しかったなって、ただ下手でも、おう、形と似てきてるな、前よりできてるねって言ってあげた上で、でもさ、こここうしたらもっとかっこよく描けるよみたいな、ちょっとアドバイスを付け加えてあげる。基本的には教育も子育ても褒めること、褒めて伸ばすが信念です。はい、もちろん褒めるだけじゃダメなんで、線引きをして、これは絶対許せないとか譲れないことは叱りますしね、普通に叱りますけど、まあそこのメリハリは大事かなと思うんですが、教育も子育ても答えはないんです。ベストは絶対ないことなので、もちろん失敗しながらっていうところもたくさんありますけど、ただ、本人が
まあ、できるようになりたいとか、こういう知識欲じゃないですけど、学びたいとか思ってる気持ちを、こう、積んでしまうというか、それをモチベーションを下げてしまうのは、やっぱ非常にもったいないんですよね。なので、まあ、そういった風にならないように、うまく親の方が、まあ、コントロールっていう言い方はちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、クイズ形式だったり、まあ、教材をうまく使って、本人の興味あることを使ってあげたりとか、褒め言葉をうまく使ったりして、まあ、うまく持ち上げながら、まあ、学ばせてあげたらいいのかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。